動画をご覧いただきありがとうございます。今回は自傷行為リストカット症候群が楽になる一つの習慣と題してお伝えしていきます。まず、自傷行為というのはですね、自分のことをですね、意図的に、自分の体を傷つけてしまうというのが自傷行為になってきます。まあ、それのですね、リストカット版ですね、リストカット、手首を切ってしまった方はですね、まあ、リストカット症候群と呼ばれることもあります。ただ大きく振るというとですね、リストカット症候群も自傷行為に、含まれると言えます。こういったですね、こういった、自傷行為、リストカット症候群が楽になる、一つの習慣としてですね、まずは自分自身を受け入れることですね。自傷行為をされる方ってどっかでやっぱり自分を受け入れられない部分がありますからね。どちらかというと自分を否定してしまっている傾向がありますからね。否定しまっているからこんな自分なんてとですね、ネガティブな思いとかが湧いてきてですね、それでこう自分自身を傷つけてしまうという部分もあります。もちろんまあいろんな体験とかされてですね、そういった思いを、自己否定をいろんな壮絶な体験とかされてですね、そういった自己否定とかをしてしまっている方もおられると思いますけど、そういった方もですね、できる範囲で結構ですからね、自分自身を受け入れることができるとですね、流れも変わってきてですね、必要以上にこう自傷行為をしなくても良くなっていきますからね。例えばですね、車が好きでですね、愛車を自分の車、愛車をですね、大事にされている方ってですね、自分で車を傷つけることはないですよね。むしろこう大事にしてですね、毎週洗車をしたりとかですね、ワックスかけたりとか、ピカピカにしたりとか、掃除をしたりとかですね、その愛車の自分の車をどんどん大事にしてきますよね。ただ車もですね、例えばもらった車とかでですね、あまりこう古い車とかですね、とかであんまりこう自分が気に入ってない場合とかはですね、こんな車なんて言ったらポンと通してみてしまったりとかですね、扱いも雑になってしまったりもしますよね。これ同じく車なんですけどね、そこに自分の思いがどういう思いがあるかですね、その車を、ある意味受け入れてるかですね、その車を否定しているからですね、攻撃的になったりもしますからね、これ自分にも言えることですからね、自分自身を否定すると、どうしても自分にも攻撃的になってしまってですね、その攻撃的な表現として、自分の体を傷つけることに、自傷行為につながってしまいますからね。反対に、自分自身を受け入れられるほどにですね、愛車を大事にする感じ、自分の車を大切にするようにですね、自分のことも、大切にできるようになってきます。まあ、誰でも一つぐらいはなんか宝物とか大事にしているものが、あると思いますからね。そういったものをですね、あまりこう、むやみに気づけようとは思わないですよね。むしろ守ろうとか、大事にしようと思いますよね。例えば赤ちゃんとか、まあ、小さい子供って純粋な存在ですからね。それから無意識にこう、大事にしようとかですね、意識が働く傾向があります。もちろんこう、まあ、中に虐待してしまう方もおられますけどね。そういった方は、どこかでは自分を受け入れきれてないですからね。その分をこう、誰かを傷つけることで表現している部分もありますので、そういったケースもですね、自分自身を受け入れることで、そういった虐待とかもなくなっていくことが可能ですからね。どっかでやはり自分を否定するから、相手も周りも否定してしまいますからね。それがまたいろんな、相手に暴力を振るってしまったりとか、そういったことにもつながりますからね。それをですね、自分に対して暴力を振るってしまっているのが、まあ、自傷行為、リストカット症候群の症状の悩んでいる方になってきます。ですから、自分を受け入れるとですね、自分の価値を再認識することができます。どうしても表面的なですね、まあ、付加価値というかですね、何かを達成した自分が素晴らしいとかですね、何かをやり遂げた自分が素晴らしいってなるとですね、その付加価値の部分ですね、例えばその金メダルを取ったら自分は素晴らしいとかだったらですね、金メダルを取るまでは自分は素晴らしくないってことでも言い方になりますからね。そうではなくてですね、金メダルを取るためにはまずですね、自分が存在しないと取れないんですよね。自分が生きている、自分が存在ありきで、その付加価値として金メダルを取ることができますよね。つまり金メダルって付加価値なんですよね。じゃなくて、もともとですね、皆さん誰でもですね、存在価値といってですね、存在してるだけで価値がありますからね。
ただその価値を、見落としてしまっているというかですね、その本来の価値に気づけてない部分がありますからね。例えばですね、あなたのですね、両手両足をですね、10億円で売ってくれと言われてもですね、なかなかすぐ入って答える人は少ないと思います。どうしてもお金に困っている方とかはですね、入っていってしまう方も悪いかもしれないんですけど、よく考えるとですね、例えばこう、両手両足を譲ってですね、10億円をもらっても、両手両足がないとですね、それを満足に使うことすらもできないですからね。ですからそういった意味で、まさに五体満足でですね、生まれているだけでも十分、その、両手両足があるだけでも、ある意味10億円以上の価値があるのと同じになってきますからね。そういう形で、存在価値というのはもう、ある意味計り知れない部分があってですね、皆さん存在しているから何かをすることもできましてね、何かをしないことも選ぶことができます。で、存在しているから自分を否定したりとかですね、自分を受け入れることもできたりしますからね。存在ありきでそれ全ては起きてますからね。その根底の部分ですね、根底の存在価値ということに気づいていけるとですね、それがまだ自己需要にもつながってきますからね。逆にこうその存在価値をしっかりこう再認識、認識できていないとですね、どうしても自分を否定してしまったりとか、ついついこう自分を邪険に扱ってですね、自分のことを気づけてしまう、自傷行為を発してしまう傾向もありますからね。あと、例えばですね、その何かを達成する付加価値というのはです、ね、実はですね、例えるなら家一軒分の大きさらしいんですね。っていうの存在価値というのは実はですね、地球全体の、地球大の大きさなんですね。つまり存在価値の大きさは地球の大きさで、付加価値、何かを達成する価値はですね、その地球の中に立つ家一軒分も、海の中の一滴の水みたいなものですね、そういうような差がありますからね。そのところに存在しないとそういった、何か達成することもできないですからね。その大前提の部分で言うと価値が大きくてですね、ある意味こう、付加価値なんてもう比べもならないくらいの価値がありますからね、そこに、気づくとですね、自然とこう自分を受け入れることにつながってきてですね、自分を受け入れから、自分を大切にもすることができますからね、自分を受け入れて、自分を認めて、自分を許してですね、することができるから自分を愛することができますからね、愛すると普通ですね、大切にしていきますからね、愛者とか、愛妻とかですね、いろいろ、言葉ありますけどね、愛する車とか愛する妻とか言葉もありますけどね、やっぱり人って愛すると大事にしますからね、基本的にですね、ですからもう自分にも愛を持ってですね、自分を愛していけるとそれがまた自己需要にもつながっていきますからね。そのためにまずは自分の存在価値ですね、存在するだけで本当は価値が素晴らしいんだと、例えばこう過去に何か壮絶な経験はあってもですね、今こう生きてるだけでも素晴らしいことですからね、存在するだけで素晴らしいことですからね、そういう形で、そういったふうに自分の存在価値に気づいてですね、自分を受け入れることができると不思議とですね、過去とかも受け入れることができますからね。で、過去の時も受け入れたらですね、受け入れるとこう問題じゃなくなってきてですね、気にしなくなってきますからね。はたにこう否定すると人ってこう問題になってきてですね、問題って無意識に解決しようとしてですね、解決しようとしたから気にしますからね。気ってまたエネルギーって意味もあってですね、気にするほどその対象にエネルギーを注いでしまいますからね。ですから、否定すると問題になるから気にしてしまって、余計にですね、なかなかそれが良くならないことになりますからね。そんな形で、まずは、そんな形でですね、まずはこう、スタートラインですね。スタートラインが否定だと、どうしても否定する人生になってきてですね、スタートラインが重要だとですね、受け入れるとですね、受け入れたくない人生になっていきますからね。そういった意味で、まずは本当自分ですね、自分を受け入れてほしいと周りからも受け入れられていきますからね。で、また生きやすいこともつながってきてですね、別に自傷行為をする必要もなくなってきてですね、ある意味こう自分で自分を受け入れると自分で自分を満たすことができますからね。そのようなことでですね、別にこう自分の体を傷つけてそれで満たす必要もなくなってきてですね、自傷行為とか、リスカット症候群が楽になることにつながっていきますからね。ですからまずは、本当自分自身を受け入れると人生がらりと変わっていきますからね。そのためにまずは自分の存在価値に気づくことですね。もう存在している価値、その価値、生きてるだけで素晴らしいんだっていう価値ですね。存在してるだけで本当素晴らしいんだって、存在がないと全て何もできないですからね。生きてるからこそ何かできますからね。その価値に気づくとですね、そして、そういった存在価値で見る人ですね、何かこう、大成功してる人もですね、別に特にこう、普通な人もですね、イコールですからね。うまくいってない自分も、大成功してる人も、存在価値で見るとイコールですからね。だから、付加価値で見たら、こう、違いあるように表面的に見えますけどね、でも根底の存在価値ですね、生きてる存在してる価値っていうのを見ると、どんな人もイコールですからね。そうすると差がなくなってきて、差がないから比べないですからね。比べないから苦しみも生まれないから、
自分で自分を気づける必要もないですからね。乱されていきますから、気づける必要もなくなっていきますからね。でその第一歩がですね、その存在価値に気づくことですね。もう存在してるだけで十分自分は素晴らしいということに気づくとですね、満たされてきてですね、自分を傷つける必要もなくなりますからね。あとまあ、存在価値なかなか認識しにくい部分もあるかもしれないんですが、そういった方はですね、自分のいいところとか自分の好きなところをですね、ノートに浮かぶだけ書いてみるとかですね、スマホのメモとかでもいいんですけどね。そういうふうに自分のいいところ、好きなところを見る習慣になっていくとですね、それはまた自分を受ける習慣になりますからね。これも、カット書き出すのは難しい方は、一日一つからでもいいですからね。一日一つですね、自分のいいところとか、自分の好きなところを、見ていく。習慣を持っていくとですね、それが自分を受け入れる習慣になってきまして、習慣変わると、人生もどんどん変わっていきますからね。言い換えるとですね、自分を否定する習慣があるからですね、自傷行為とか、リスク型症候群に、が発生してしまいますからね。反対に言うとですね、自分を受け入れる習慣になっていくと、自傷行為とかですね、リスク型症候群も発生する必要がなくなっていきますからね。そういう意味でこう、ある意味自分と仲直りすることですね。自分と和解することです。そうなると、人生もうまくいきますからね。例えば、喧嘩も戦争もですね、否定して抵抗すると、相手を否定して抵抗するとどんどん激しくなりますよね。じゃなくて、こう、相手を受け入れてですね、もう降参したらそこで戦争とか喧嘩って終わりますよね。そんな形で、自傷行為とか、リスク型症候群も同じような意味がありますからね。自傷行為という喧嘩ですね。リスク型症候群という戦争を終わらせるためにはですね、まずはその受け入れることですね。自分を受け入れるとですね、それが和解につながってですね、自分と和解するから症状とかも、症状とも和解することができますからね。で和解したら喧嘩は終わりますからね。ですからもう、苦しみを受けててですね、平和とか平穏も訪れますからね。そんな形で、本当に受け入れると人生変わりますからね。ますます受け入れたくなる人生になっていきます。そうなるとですね、満たされますから、自傷行為とかに及ぶ必要もなくなりますからね。それが本当の意味でですね、自傷行為とか、リスク型症候群がなくなることにつながると言えます。なですね、こういったですね、自傷行為とか、リスク型症候群がですね、楽になるブログのページもですね、この概要欄にとかコメント欄にですね、リンクを貼っておきますのでですね、こちらもですね、ピンときた方は、本気でですね、自傷行為とか、リスク型症候群が楽になりたいという方はですね、チェックをいただいてですね、少しでも楽になるきっかけとして、ご参加いただけたら幸いです。あとですね、自傷行為とかリスト化と症候群はですね、言い換えたら、生きづらさでもありますからね。生きづらさも習慣を変えたら、変えることは可能、楽になることは可能ですからね。そういった、生きづらさが楽になる習慣を学べた私の本もですね、出版社ありますので、こちらもですね、概要欄にリンクを貼っておきますからね、ピンと来た方はですね、より深い部分からですね、リスト化と症候群とか自傷行為が楽になりたい方はですね、チェックをいただけたらと思います。なのでですね、対面、直接お会いしてのカウンセリングとかですね、施術とか、オンライン、ビデオ通話、LINE やメールでの、カウンセリングも行っておりますからね、こちらも、概要欄の方にですね、リンクを貼っておきますので、ピンときた方はですね、こちらも、本気で楽になりたい方はですね、こちらのカウンセリングの方もですね、ご参加いただけたらと思います。なおですね、この動画が何か少しでも参考になったとかで、ちょっと本当安心したとかですね、ちょっと希望の光が見えたという方はですね、高評価、コメント、チャンネル登録の方もお気軽によろしくお願いします。はい。で最後までご覧いただきありがとうございます。ご縁に心より感謝しています。